その人の個性が生きないというか、これって決めつけちゃうのはもったいないかなっていう、なんかそういう女性像は素敵だな。やっぱ最終的にその人生の選択をしていくっていうのは自分なので、10人いたら10人の表現の仕方があってよくって、正解はないというか、これって決めつけちゃうのはもったいないかなっていう、てかなんかその人の個性が生きないというか、だからあんまりそういうなんかこれはこうしなきゃみたいなのは私はないですね。SNS で見てる印象と実際会って話した感じが、あ、なんかそういう風に考えてたんですねってよく言われるんですけど、私とかは別に SNS で自分の素を 100% 見せる場所ではないので、私はあんま好きじゃないんですよね、なんかその SNS だけのつながりみたいな。人と たくさんコミュニケーションを取って助け合っていけば別にそれで成立するものなのに、まあちょっともったいないかなとは思いますけど、恋愛とかにこうガッとなりすぎるよりは、自分の人生7割ぐらい楽しんでて、そこに3割ぐらい恋愛を楽しんでる私の周りの友達とかも、そういう方の方がなんか生き生きしてるというか、余裕もあるし、人にもすごい優しくなれるし、なんかそういう女性像は素敵だなって結構周りの方を見てて思うので、誰かの言葉で勇気をもらったり、いい影響を受けたりっていうことももちろんあるんですけど、やっぱ最終的にその人生の選択をしていくっていうのは自分なので、ちゃんと向き合う時間っていうのを作るようにはしていて、まあ、そうするとなんか今どうしようってなった時とかも、ちゃんと冷静になって物事を考えられたりとか、しっかり周りを見て判断できるようになったりとかするので、こういうことは大切にはしています。